日本中世界中に伝えていってほしいなと思います。そうですね、これからよろしくお願いしますね。さてですね、皆様に書いていただきました記念提灯メッセージ、会場にある数を数えてみますと、今現在ですね、全部で730個あります。でこの数字、実は2年前の日数731日を意識したものなんですね。で今ここに用意されました大きな球体、ね、スライディー、ありがとうございます、はい、開けてくれて、ね、この球体 2R25 の提灯をですね、皆さんの協力のもとですね、明かりを灯しまして、731日、2年前の東京2020オリンピックへ向けてのスタートを、ね、切りたいと思います。で最後の提灯の点灯はソメイティのこの超能力も借りまして、ちょっとミライトはソメイティのアスリートの皆様みんなでですね、一緒に点灯したいと思います。ちょっと合図をしますね、本日のタイトル 2Years2Go、私の方で、みんなの東京2020というふうに言いますので、皆さんあの右手で2を作りまして 2Years2Go、 はい、ありがとうございます2Years2Go で、はい、お願いしたいと思います。提灯キッズのみんなもいいですか、元気よくお願いできるかな、ね、私が、みんなの東京2020で、みんなが2Years2Go です。では、いきますよ。お願いします。みんなの東京2020。2Years2Go。巨大提灯、そしてステージ上の2Years2Go の提灯、明かりが灯りました。そしてですね、このタイミングで東京スカイツリーもオリンピックカラーに点灯されているんですよ。でさらにここ東京スカイツリーだけではなく、日本全国のさまざまなタワーや施設も東京2020オリンピック開催2年前を祝いましてライトアップしてるんです。でちょっとミライトワンにお得意の瞬間移動で全国のライトアップの様子を紹介してもらいましょう。お願いします。さあ、こちら東京都庁第一門庁舎です。東京タワーもオリンピックカラーですね。あ、こちらも綺麗にオリンピックカラーで飾られます。さあ続いては NTT ドコモ代々木ビル、あ、こちらも綺麗ですね。さあ、いろんなところでですね、このようにオリンピックカラーにライトアップされています。こちらはタワーホール船堀です。次はどこでしょうか。あ、北海道五稜郭タワーも、こちらは岩手ですね。そして横浜マリンタワー、江ノ島シーキャンドル、福井の丸岡城もこんな風にライトアップされています。京都タワーも赤く綺麗に光っています。福岡タワーです。ということで、各地でオリンピックカラーに、ライトアップされて盛り上げています。さあそれでは、報道関係者の皆様におかれましては、スタッフのご案内に従いまして、撮影をこの後よろしくお願いしたいと思います。それではご来賓の皆様にはご登壇願いたいと思います。どうぞステージ上にお上がりください。これから、ただいまよりフォトセッションを行わせていただきます。